はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、元ヤクザの司法書士が、語る横領が絶えないわけというですね、ちょっと記事をピックアップしてご紹介したいと思います。まあ、以前ですね、私の YouTube チャンネルでも、ご紹介させていただいたんですが、元ヤクザで現在司法書士の、方がいます。岡山県の、東亜国際合同法務事務所の代表者、高村隆一さんというんですかね、この方でございます。以前ね、私の YouTube でも紹介して、人生やり直すと決めてですね、刑務所の中で勉強して、見事合格されたみたいな、そういったお話もさせていただいてたんですけれども、同じくですね、この高村さんが、今回また雑誌のインタビューに答えてまして、それがですね、なんか記事がものすごくね、短かったんですけど、すごく良かったんですよね。ちょっと概要欄に貼っておくんで、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思うんですが、私業のですね、横領っていうのが本当に絶えません。私も YouTube チャンネルで、私業の事件というのを、あればですね、その都度ピックアップして、取り上げているんですが、本当にね、今年というのか、なんか年々ね、私業の横領逮捕って、多くなってるなと肌感としてね、感じているところです。で、その私業の横領が絶えないっていうのは、やっぱり稼げないっていうのが背景にあるよねと。で、当然ですね、その横領しないようにチェックを厳しくするというだけではですね、なかなか横領を防ぐことっていうのは難しいというふうに、語っていて、それはね、やはりその通りだなと思っています。で、やっぱり稼げない、というのが、やっぱお金持ってたら、ね、当然横領なんかしませんし、ただこういった横領に関してはですね、とにかくどうやったらいけないって、そういう防止策も重要なんですけれども、やっぱり、プライドを持ってですね、仕事をしなければ、ならないわけです、専門家は。で、当然この高村さんも、過去とは、ヤクザとして、活動されていて、現在は専門家として、活動して、プライドを持ってこう仕事をしているわけです。で、なんかこう横領って犯罪ですけれども、そういったことに関してですね、こういった高村さん、その人選がすごくね、インタビュー人生いいなと思ったんですけど、この方のバックボーンとかをね、考えるに非常にプライドを持って仕事しなきゃいけないというような、言葉っていうのは重みがあるなと。で、やっぱりですね、司法書士、弁護士というこういった資格業っていうのは、資格業そのものがですね、生き様なわけです、生き方なんですね。なので、こういった司法書士、弁護士そのもの、生き方で、こういったものを犠牲にするなというようなお話でして、なんとなしにね、とてもいい記事だったので、今日はね、取り上げました。で、登記業務とかね、ちょっとやってらっしゃるかっていうのは分からないんですけれども、結構ですね、こう日常生活のトラブルであったりとか、そういったのを結構強みとしてね、やってらっしゃるということで、ちょっと事務所のホームページを見てね、すごくおしゃれでね、すごくいいなと思いました。で、取り上げるのがね、2回目になるのかな、ちょっと TikTok の方でもご紹介させていただいて、とても珍しいとか、やっぱりいろんな経歴の方は司法書士いてね、その中でも、特筆して、珍しい経歴だったので、今日はちょっと2回目になるんですが、取り上げさせていただきました。そんな感じで、記事はぜひ概要欄からご覧ください。今日は皆さん以上でございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。